はい。今日も可愛い筆文字を書いていきます。今日も依頼がありました。愛はかつって書いてくださいってことだったので、愛はかつて書きたいと思います。えー、もう字見に、もうすぐ見たいねんって方はですね、1分ぐらいのとこから言ってください。あの、1分ぐらいのとこから字を書いてますのでお願いします。えー、今ですね、オンラインで筆文字のセミナーをやってます。動画を見て書ける人はいいんですが、やっぱり教えてほしいなっていう方がいると思います。えー、始めました。 えー、2020年5月から始めまして、えー、今約1ヶ月ですけども、えー、受けたいなって方どんなんかなって興味のある方今ポチッと上押すとこあると思いますがそこブログに飛びますブログにどんな雰囲気かとか申し込みとか、えー、できるようになってますので一度見てくださいあとこういうね筆文字いいなって方はですね チャンネル登録高評価もお願いしますあと書いてほしいなという文章とかありましたらコメント欄に書いてください今回もコメントに、えー、愛はかつて書いてくださいってあったので書かせてもらってます、えー、コメント欄に書いてくださいでは始めたいと思います、えー、まず最初にですね愛はかつて書きますその次に書き方を説明します最後にパステルの上に書きますパステルが入るだけで全然変わりますので、えー、最後まで見てもらえたら嬉しいなと思いますじゃあ愛はかつて書きますね 愛は勝つこんな感じですかねここがハートでもいいと思いますあのまあ僕何個かこう愛っていう字の、えー、動画上がってますがここがハートとかここがハートのパターンとかいろいろありますま今日は恒例でいきたいと思うんですがよろしくお願いしますまずですね、えー、書き方ですね愛ですね はい、まずは太いから細いで波を打たしてます。こうしてね。まっすぐじゃなくて波を打たします。太いから細いです。で、点々点,点ですね、えー。ここだけ太くてあと細くです。くるっとしてここらですね。太いから細い。最後がまた太いですね。上げましたね、こうしてね。 こ,こ,あのー、こういう書き方でもいいですよ、こうして。こうでね。僕は今回これでいきましたけど。はい、はいですね。じゃあ次、平仮名の「は」いきますね。ははですね、ここだけは太くてですね、あと細くですね。ここだけ太くて、あと細くです。 えー、カツですね。カツはですね、太いから細いです。で、下がこう細くて、上が太い感じですね。あの、幅がね、幅があるって感じです。で、端っこにちょんちょんです。カツ、こっちだけは太,、えー、太い、細いで長くですね。あとは頭でっかちないので、こっちは小さくですね。カツ、こんな感じです。 で通はですね、今回、普通にこう書いてますけどあの上が太くて下が細いっていうように白柄のやつでは言ってますね。こういう感じでね。はい、じゃこれをパステルの上に書いていきたいと思います。パステルは100均のダイソーのパステル使ってます。もうこれで十分あのいい雰囲気出ますので。 で普通の描き方とは違います。もう僕時間短縮で指に塗ってやってます、こうしてね。これでいけばもう1分もありゃパステル完成しますので。はい、ここに「愛はかつて描きたいと思います」。描きますね。 はいわかつですね漢字大きめにひらがな小さくわざとやってますねあの文字も文字によって大きさを変えていってますはい、えー、こんな感じで、えー、書きました可愛く描けてるでしょうか味があるように書けてますかね、えー、こういうね筆文字いいなって方はですね、えー、あ間違った こういう文字でです、ね、書いてほしい文とか言葉とか何かありましたらコメント欄にお願いしますそのコメントを見て僕動画を上げます今回もそうでしたね愛はかつて書いてくださいというコメントからやってますそのこういう動画を見てですね真似して書いてもらえたらと思います動画を見てね書ける限いていただいたらいいんですがセミナーも受けたいなって方今オンラインのセミナー始めました、えー、概要欄にブログのページが 貼ってますけども、えー、そこをクリックしてください。どんな雰囲気の、えー、セミナーなのかとか、えー、そこから申し込みもできますので、ぜひともあの興味のある方はあのセミナーも受けていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。こういうね、筆文字いいな、好きだな、私ももっともっと書きたいな、あもっと書きたいみ、えー、たいなよなもっともっとみたいな書きたいなって方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価 ポチッとと押ししてもらえると嬉しいです。今ちょうど他の動画の紹介が上がっていると思いますがそこに丸いボタンがありますそこチャンネル登録できるところなのでポチッと押してください上に四角あるかなあ上かなわかんないな四角いボタンのところは、えー、先ほど言ったブログのページにも飛びますしポチッと押してもらえたら嬉しいです是非とも是非ともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします以上です